皆様元気ですか。今日はセンター試験の志願表を願書を出願してきました。やっと出願してきました。受験料も今日支払いをしてきました。受験料が、2科目以下なので12,800円で、送料が簡易書き留めなので440円、合計13,240円かかりました。結構高額なので、なんとか全国通訳案内士試験の免除が取れたらいいなと思っています。日本歴史と一般常識の免除のために、センター試験では日本史 B と現代社会を受験します。前の動画でも言ったんですが、現代一般常識が自己採点では28点なんで、多分不合格になってると思うので、受けようと思っています。日本史、通訳案内士の日本歴史は自己採点70点あったので、合格10点に達しているので多分合格してると思うので、大丈夫と思うんですが、一応センター試験は2科目以下が料金が同じなので、日本史 B と現代社会2つ2教科受けたいと思っています。今日その願書を郵便局から郵送してきました。皆様も頑張ってください。できる限り、もうそろそろあと2ヶ月ぐらいなんで、なんとか勉強頑張って詰め込んでいきたいと思います。皆様も頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。ここで失礼いたします。